皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあこちら前回作ったこのフェリー乗り場、だいぶこの船と乗り場の高低差いい感じですね。かなり自然な感じになっている。ただここ混みすぎですね。ちょっとこのフェリーが混みすぎなので、今回はいよいよこちら、この5つの島をつないで海底都市を作っていこうかと思いますが、ちょっとこのフェリーではさすがに運搬能力がちょっと弱すぎるので、この1つ50人しか乗れないところに今もう400人近く人が集まってしまっているので、やはりここはフェリーはここでお役御免ということにしましょう。で、それではもう早速こちら海底都市出現させていきましょうか。まずはこの水力発電所でこのクジラ島とこちらの森島をつなぐ。でこのクジラ島、頭のてっぺんのこの頭でいいのか、クジラが潮を吹く部分に水力発電所を作ろうと思っていたんだけど、クジラって頭から潮を吹くのでいいのかな。あとここからこう、こういう風にはできないのか。これこんな風に2つに分かれたりするとなんかそれっぽくなったかもしれないけど、まあいっか。でここでクジラ島とこの森島をつないで、大丈夫かこれ。まあいっか。そしてあとこの第二キリア島と森島もここで傾斜が急すぎる。よし、ここでつないで、でここどうしようかな。ここの第一キリア島と第二キリア島をつなぐか、もしくはこっちとつなぐか。この未だ用途が定まっていないこちらの島をこっちとつなぐ。あれ、このここはこっち向きになるんだ。この向きの関係がもう一つよくわからないけど、そしてこれでこの真ん中のところ、ここの水を全部抜いてここに海底都市を作っていきましょう。でそのためにこちらですね、この深い水路を、あ、そっか、これ待てよ、ここのフェリーが通るところにはとりあえず置いちゃいけないのか。とりあえずギリギリまで残すか。今から水を抜いていくわけですが、ギリギリまでフェリーは残して限界まで走らせる。向こうの形、傾斜が急すぎる、傾斜が急すぎる。そうか、この海底が一定の深さになっていないのか。ここをもともとあった海底ではなくて、自分で土地があったところを削って海にした場所だから、海底がもしかしたらデコボコなのかもしれない。あ、そしてここに今から水路のところにこの取水施設を置いていくんですが、前回ここだん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 とやってからこの水道管を一つずつつないでいったんですけど、これはちょっと時間がかかるので、まずこの端っこのところにこの取水施設を置いて、ここをこの端っこと端っこ、今もういくつか置いたけど、ここをつなぐ。で今ここに水道管がある状態でここに取水施設を置いていけば、こっちの方がかなり早く取水施設を並べることができる。端っこに1個、2個と置いてこの2つをつなげる。でここはもう一直線上になっているので、間にこの取水施設を置いていくと水道管を一つ一つつなげる手間が省ける。そんな役に立つかどうかもわからない豆知識を披露しつつ、ここで置いていきましょう。あ、そっか、これ時間進めながらやった方がいいか。これ時間進めながら取水施設を置いていく。あれ、ここら辺置けない？なぜだ、置ける場所と置けない場所があるな。さあここで今2列だけ、取水施設置いた状態ですがものすごい波打ってるこのフェリーの船旅大丈夫か。今この波の中をフェリーが進んでいっている船内は大丈夫でしょうか。ちょっと待て、混んでるけど何が起こった。クジラ島で何かが起こった。ただクジラ島はここにポンプサービスがあるから、このバキュームトラックになんとか頑張ってもらおう。あ、そういえばここクジラ島こと繋いじゃうか。あー、ここ未舗装道路ならいける。よし、これでこちらの水力発電所とつないで、そしてあとこちらも、どうするかな。あ、でもこれ変につなげちゃうと U ターンできなくなるか。あ、ここちょっとだけ残しておけばいいか。ここは U ターン用の道。あ、今ここで U ターンしたこっちまで行ってここで U ターンする。こんな感じでいきましょう。そしたらまたこちらに取水施設を置いていきましょう。これ多分こ
こかなり海が広い場所なので相当かかりそうなんですよね時間。うおーなんだここに地上が見えてきた。やっぱりここ海にした時に地形を鳴らす時に少しムラがあったのか、こんな感じになってる。あ、そういえばこれフェリーどうなった今。フェリー、あ、でもまだ、おお、ここ、この第二切谷島、この海面とこの乗り場がだいぶ近いはずのこのフェリー乗り場がだいぶきついことになってるこのフェリーが崖の上を登っている。他の場所、うおっと、待て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 、これフェリーが動いてないぞ。ちょっとこの辺まで一応海にしておこう。他のところは大丈夫かな。ここクジラ島のところ、あ、ここはまだ大丈夫ですね。クジラ島とそして森島の方は平気だ。こっちの第二切谷島、あー第二切谷島もちょっとこれは破片削ってちょっと海の領域を増やす。これでギリギリまでフェリーでなんとかやっていきましょう。あ、地面がもう見えてしまっている。まあ実際の海底もそんなにまっすぐになっているとは限らないですもんね。現実でもこういう風に海底の中にも凹凸はあるはず。あー、でもあれがフェリーが、ここはちょっと鳴らしておこう。これで航路は、あーっと、航路は確保しておきたい。これで大丈夫か。さあ、これでだいぶ水の量減ってきてますよね。ところどころこういう地面が見えてきている。ただ水面の差がそんなにないぞ。これはこっち側の方が、ここももともと水量が低いというか、そっか、水がこう流れてくるから、この場所には来ないのか、水が。こっちと比べると、あ、こっちと比べてもう一目瞭然ですね。だいぶ水の量は減っている。さあ、そしたらこれで、最後、ああ、そっか、こういう場所があると、ここに建てられないのか。この取水施設。この海面での少しの出っ張りの部分に置けなかったのか。これはそろそろ限界に近づいてきたか。それでもフェリーはまだ動いている。こちら森島も。クジラ島も少し削って、あっと、ここ。こう通れるようにしていく。こう見るとだいぶデコボコですね、海底。こっちの方が現実っぽいのかもしれないけど、これはもうまっすぐ平らにした方がいいか。でも多少は起伏あった方がいいのかな。とりあえずこのまま様子を見るか。最初にパート1の時に私が適当にぐわーっと土地を削っていった時のそのままの形が残ってるわけですもんね。そして時間進めながらやってるから、居住区の需要がだいぶ需要があるけど、ただもうここの水抜きが終わるまで作る場所がない。これ、あー、ここら辺に水溜まっちゃうか、これこのままだと。これはちょっとこの辺に向かって水路を、水の流れを作っておかないと水抜きができないか。この辺を、水をせき止めている部分をなくしていく。よし、これで水がだいぶ流れやすくなったかな。あ、待て、フェリーどうなった、フェリーフェリーの姿が見えないぞ。土地をいじってる間に、あっと、ここあれですね、フェリー整備場、フェリーがここで動けなくなった分が消滅して、でこのフェリー整備場からその分フェリーを出そうとしてここに出てくるのか。そしてこんな、なんかよくわからない形になってる動けなくなったフェリーは自動的に消えるから、このフェリーが少しずつ消えていって、そして消えた分を補充しようとして、このフェリー整備場の前にまたフェリーが現れて、そしてこの微妙な傾斜でちょっとずつ動いて、そして消えるという感じになってるのか。ちょっとこれは気持ち悪い。あ、そして重い。なんだこれ、すんごい重いぞ。ここ、うお。今これ、
このフェリーの船体の下、船底まで来ているけど重い。シティーズスカイライン、よくパソコン版だと都市を拡張したりできるので重くなるということは聞くんですけども、 PS4 版で重い。さあ、これでこちら海底が少しずつあらわになってきています。これもフェリーは、路線を削除しましょうか。フェリー路線削除して、で今ちょっと交通がストップしている状態になってしまっていますけど、これちょっと少しずつ流れていってるけど、水の流れをここに持ってくるのがちょっと大変だな。まっ平らにしちゃうか、それかこの取水施設を水があるところに移動すればいいんだけど、それ一個一個やらないといけないので、一個一個移動して、そして水道管をつないでというのが結構めんどくさいんですよね。一個一個水がある場所に取水施設を移動させるというやり方は、よし、さあこれで水を吸い切りました。さあこちらが海の底。海の底はこんな感じになっています。さあこの今まで作ってきた町から見てこんな感じですね。結構デコボコしてる。であとこれもう壊しちゃいましょうか。ここら辺の水路と、そして取水施設を取り除いていく。取水施設ってこれで壊せないんですよね。水路は壊せるけど、一個一個解体していきましょう。よし、終わった。これでこちらに海底都市を作っていきましょう。これどうしようかな。今こんな感じになっているけど、さすがにちょっとこれデコボコしすぎてるか、ちょっとある程度鳴らしましょうか。この真ん中のところ、この高さに、この高さのこの緑色の部分、ここはもう一つのこういう大地にする。まっ平らすぎてもあれだけど、デコボコしすぎてもちょっとやりにくいですもんね。よし、こんな感じでどうですかね。ある程度平らにしつつ、最初から残っていたこういうちょっとした起伏はそのまんま残している、そんな感じにしてみました。でここから今もう全く交通が整っていない状態なので、今までこちら頑張ってくれたフェリーフトを、こちらを解体して、そしてここで新しい交通手段を作っていきましょうか。さあそしたらこれで、どうするかな。地下鉄駅を置くか。地下鉄か鉄道が運搬能力高いですけど、鉄道はここに既存の線路があるので、ここと絡めた感じで使いたいんですよね。なので地下鉄を置きましょうか。ただ地下鉄を置いて、これって線路出るのかな。ちょっと一回試しにここに置いて、んでこれ、あ、今これ一番上まで高さを上げている状態でこうなる。ここで自動的に高さは下がっていくのか。今これ以上高さ上げられない。この下の地面からの高さで決まるのかな。なるほど。そしたらこれでまず全部駅を置きましょうか。このクジラ島のところに、地下鉄の地上駅とかも置きたいんだよな。地上駅、待てよ。ここで少し、この港の不当部分、元不当だったところ、元不当だったところじゃおかしいな。不当だったところ、ここを少し広げて、そしてここに地下鉄の地上駅を置く。というか、こうなったらもうここ、ポンプサービスとかも必要ないか。フェリー整備場も。まあ、いっか。とりあえずはこのまま、ここから、こっち側に、一番高い状態で線路を伸ばしていく。で、ここも、少しカーブさせて、これでこっちとつなぐ。よし。これで第一キリア島と、こちらのクジラ島がつながった。で、あとここ、ここどうしたかな？ちょっと待って。ここはここをまっすぐこうつなぎましょうか。そして地下鉄駅を、
とここからこう来るからこっち側の方にここに置く。そしたらこちらのクジラ島の方からこうまっすぐ伸ばしてきて、ここいけるか、こうつなぐ。よし、ここで急激に上がるのか。ちょっとなんか、ちょっとなんか変だな。うん、これでいいか。よし、こんな感じで向こうのクジラ島とこちらの森島をつなげる。ここどうしても急に上がっちゃうな。この直線のところから少しずつ上げておくか。あ、ダメか、これ以上上がんないのか。ここが一番最高だから無理か。うん、しょうがない、これでいくか。よし、そしたら最後はこちら第二切り矢島。ここはちょっとスペースが少ないから普通の地下鉄にするか。こっちはで、ここを少し広げて、そしてここに地下鉄駅を置く。そしてこれをこっちの森島とつなげていく。どうする、森島を先に行くか。森島からまず直線で最初にここでだいぶ低くなるんですよね。ここで地下に入るので、こっちは地下からこう行く。こうする。これでいけるか。そして第二キリア島と向こうの第一キリア島をつなげる。で、向こうも地下なので、ああ、そっか、ここの道路を、道路一体一回壊そう。道路一回壊して、これで、こっちと、こう、つなげる。ここだけへこんでる。ただ、これはしょうがないのかな？絶対そうなっちゃうか。いや、でもいい感じで、つながったぞ。よし。これで OK か？これでこうする。さあ、これで、こちらに地下鉄を走らせて、行きましょう。さあ、これでこちら、おっと、いました。さあ、ではこれで進んでいきましょう。こちら森島から向こうの第二切り矢島に向かってこの地下鉄が走っていく。さあ、ここでトンネルに入って、この第二切り矢島は地下の地下鉄、地下の地下鉄、当たり前だけど。あ、そして人々がやってきてますね。地下鉄の入り口に入ってきている。さあ、これでこちら第二キリア島を出発して、向こうの第一キリア島に向かっていく。よし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 。さあ、そしてこちらの日本庭園の前にある、前というか裏手にあるこちらの地下鉄駅、第一キリア島地下鉄駅に到着。こちらも居住区に近いこともあって、人々が徒歩で移動してきてますね。騒音が心配だけど。さあ、そしてこちらで向こうのクジラ島、うわっと、なんだここ、なんかジェットコースターみたいな何かものすごい起伏の激しい線路を通って、向こうのたい焼き島を見ながらこちらのクジラ島に到着していく。さあ、こちらがクジラ島の地下鉄駅、地下鉄地上駅、そして向こうの森島へと戻っていく。さあ、この見晴らしのいいこの鉄道路線、地下鉄路線を通って、こちら森島に戻ってきました。よし。さあ、こちらが新しいこの日比谷海底都市の交通手段。ここがちょっと起伏のある場所だから、地面が盛り上がってるからこうなるのか。あ、これでだいぶ滑らかになったか。よし。さあ、こんな感じでこちらの町、新しい交通手段ができました。さあ、そしたら今回はここで終わりにしましょうか。これで次回はここに新しい街を作っていく。いや、これちょっと起伏まだ激しすぎるかな。もう少し平らな方がいいか。これでこの周りを走っ
っているこちらの地下鉄の路線をどこかでこの海底都市にもつながるような駅を作りつつ、そしてこの海底都市の中でも交通手段を発展させていって、またここに新しい街を作っていくという、そんな感じにしてみましょうか。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。